デイキャンプ場に向かいたいと。はあ、Uターン専用っていうのがすごいね。どうもベビオズです。今回ですね、また GoPro Fusion のバッテリーが低いよ。まあそんなことはもういいんですが、今からねデイキャンプ場に向かいたいと思います。そう、キャンプ場ではなく1日日帰り限定のキャンプ場、しかも無料。そこにテントも張っていいということなので、ちょっと行ってこようかなと思います。場所なんですけど、府中市、東京都ですね。府中市の見方はこれまさ。府中市これまさにある京都の森バーベキュー場、多摩川の川辺にあります。河川敷の利用時間は8時から21時、結構長いんですよね。結構長く使えるんですが、駐車場がありまして、まあ、そちらのね利用時間が朝9時から夕方17時までということで短いんですよね。利用上の注意がありまして、宿泊を伴う利用は禁止、道具の貸し出しはなく各自で用意、でゴミ箱はないので、まあ、必ず持ち帰ってください。でここ大切なんですけど、直火は禁止で、バーベキューコンロだったりガスバーナーだったり使うのは大丈夫ですよということなので、まあ、そんな感じですね。いつも行ってるところは道志川の方になるんですけど、片道1時間半ぐらいかかるんですよね。まあ混みようによってなんですけど、で今向かっているところはだいたい1時間ぐらいで着くんじゃないのかなという。バーベキューに使いたいなっていう方もいると思うので、一応紹介しておくと、近くに食材の市場もありますし、業務スーパーもございます。結構お得ですよね、場所的には。ちょっと車がないと難しいんですけど、でも市場とかも車で5分ぐらいなんで、歩いて行けるには行けるような気がします。魚とかもね、早ければ売ってるしね。すげえ、お疲れ様です。ナンバーが真っ黒、見えないぐらい真っ黒になってる。空腹でございます。お腹空きましたね。今回はね、新しいキャンプギアを買ったということで、この次の動画になるのかな。今回買ったのはタープ、そしてテーブルも買いました。テーブル折りたたみと迷ったんですよ。パタパタって折れる折りたたみのテーブルか、今回買った2枚貝みたいな感じの折りたたみ式。キャンプ用品扱ってるお店で見に行ったんですけど、今回買った方がしっかりしてるかな。まあ、使い方もあんまりよく分かんなかったんで、固定するものあるんでしょうけど、ちょっと低い気がしまして、今回のものにさせていただきました。させていただきました。さあ、ちょっと遅刻気味ですわ。ほう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 、お盆明けなんでかなり混んでんのかなと思ったんですけど、まあそんなこともなく結構スムーズに進んでますね。ありがとう。皆さんお盆どうでした？楽しめましたか？お盆って楽しむもんでもないか。他の方にね帰られた方とか、自分なりにね過ごした方もいるでしょう。何されたかわからないですが、まあいいですよね。ずーっと暑かったですからね、お盆中。まあ、今日すごい涼しいんですけど、お盆中もう35度普通に超えていく、そんな感じでしたね。そういえばね、これからどうやって YouTube を動かしていこうかなということなんですけど、まあ急に話変わるんですけど、キャンプ系行くんですが、まあ毎回ね、キャンプできるわけではない。前にやったね、バイク界隈語録とか、まあキャンプ中心に、キャンプ料理とかね、まあ、バイク関係ねえじゃんと荷物を積みつつやっていこうかなと思います。そのうち冬キャンも手を出したいなとか思ったり、思わなかったり、なんだったり、はぁ。さあどうでしょう。ぜひね、気軽に見ていただけたらいいかなと思います。はい。さあ、ついにやってきました。ここいい景色なんですよね。まあ夜に来るとまたね、夜景が綺麗でいいんじゃないかなと思います。もうすぐで着くよ。あと10分ぐらいかな。あの上、夕日の見える丘公園でございます。景が綺麗ですよね。そう、ここは聖蹟桜ヶ丘、右に曲がります。車線です。車線の曲がる道路って怖いですよね。ここに住んでる人すげえ気持ちいいだろうな。着いた。 U ターン専用道路、 U ターン専用っていうのがすごいね。さあ、ここ曲がりの第一野球場、ここだ。これの向こう側に駐車場があると。一番奥がバイクだったかな。ほら、バイクだ。自転車置き場なんですけどね。よいしょ、真ん中に止めちゃおうかな。さあ、到着。これを立てていこうかなと思います。めちゃくちゃうまいな、これ。